坂江厚氏は、清中華民国、満州国の政治家。法天派の政治家であり、満州国では、初代満州中央銀行総裁となった。字は、縮小、号は、白木祭。満州、相畑の人物。北京国古館の出身で、1891年に、業部で任官。以後、各職を歴任し、1910年には、法天造兵将創弁となる。 中華民国成立後も引き続き、法天省で、各職を歴任した。1920年1月20日、10年以上も、法天省で、各職を歴任した、坂井敦氏は、ここで、吉林省に転じることになり、同省実業庁長処理を命ぜられた。翌1921年1月、国立交渉へ転じ、同省財政庁長ながら、各職を歴任する。 国流交渉での在職は結局1年にも満たず、同年11月、吉林省財政庁長長として吉林省に復帰した。これ以降、坂江厚氏は吉林長平間銀銭号管理官を務めるなど、吉林特軍の孫烈心、調作省を補佐する財政担当者としての地位を占めることになる。長学良が駅誌した後も、調作省が同省政府主席、 栄江厚氏が同省財政庁長をそれぞれ務めた。これらの実績から栄江厚氏は財政通として知られることになった。満州事変勃発後の1931年9月26日に広史広氏が吉林臨時政府を受立すると栄江厚氏もこれに追随し同政府財政庁長に起用された。1932年3月9日に 満州国が正式に成立すると、翌10日に、堺江厚氏は財政部次長に任命されている。同年6月15日、初代満州中央銀行総裁に起用され、1936年6月まで在任した。総裁退任後は、参議府参議、万尾、文化協会会長等を歴任している。1942年9月28日、 三義不三義を免税られ、以後は満州国の感触についた形跡が見られない。1945年8月に満州国が崩壊すると、進軍してきたソ連軍が、他の満州国用人同様に栄圧を逮捕しようと目論んだ。ところが、ソ連軍は名前が似ている栄源を栄圧氏と間違えて捕獲してしまい、この結果として、党の栄圧は何を逃れて、 満州国から脱出したとされる。しかし、これを最後に、坂江氏は消息不明となっている。ありがとうございます。